皆さんこんにちは、今回何に関して言及させていただきたいかというと、気になるニュース、国際問題、国際事情などに関して、取り上げさせていただいて解説させていただきたいと思います。今回気になったのがね、いわゆる韓国からの旅行者が減っているということで、日本からの韓国への旅行者も減っているんだけどね。だからその両国間において、いわゆるその、観光客双方が観光客が減っているという点、これに関して言及させていただきたいと思います。日本に関してはね、これはいわゆるその今から10年13年ぐらい前ね、13、14年前にいわゆる韓国のいわゆる韓流なるものがテレビで、まあ、いろんなところで放映されて、それに感化されていく人もいたのは事実です。でその時その後ぐらいがピークだったんです。で、そこから2012年、いわゆるその時の大統領イ・ミョンバク大統領が竹島に上陸して、いわゆる天皇陛下にここに来て土下座してよという発言から、いわゆる韓国に対して、まあ、良い感情が持てなくなった人々、嫌韓の人々が増えたのが実情かなって感じはします。その中で、まあ、他にもいろいろあるわけです。自分がちょっとおかしいなと思い始めたのは2002年の日韓のワールドカップです。この時は自分は長期で留学していて、その時に韓国人の留学生と、まあ、一緒に仲良くしてたわけだけどね。その中で彼らの、応援の仕方、日本には負けてほしいというね、何があっても負けてほしいという陰で、ね、叩いていたことも思い出したんだけど、その時から、まあ、韓国に対してちょっとどうなのかなって思い始めたわけです。だからもう17年ぐらいかな、日韓、ね、ワールドカップの時から。だけど今最近の人って大体2012年、13年のあたりだと思います。そして最近、ここ最近、去年の末からいわゆる航空自衛隊機のレーダー照射問題、まあ、他にも、いわゆる徴用工と、ね、言うけど、まあ、募集工ですよね、募集工の問題、そして、日本海を東海にするための工作運動、これも世界で展開されています。竹島の問題もあります。まあ、他にもね、いわゆるその三菱であれ、新日鉄であれ、そういったところでまあ支払いを命じているわけです。そして日本の海産物の輸出規制をかけて、輸入規制をかけた。そういったところ、いろんなところがあって、歴史的な問題もね、今本当に日韓の関係、ぎくしゃくしているのが実情です。その中、まあ、日本に関しては、ずっと減ってきているのは事実なんだけどね。で、韓国も、韓国の場合は逆に増えてたんです、実際はね。ただ、今回のことで、いわゆるもうかなり激減してます、ね、これもね、これが事実です。だから、なんというかな、まあ、韓国に例えばこれ誰かが言われてましたけどね、韓国に旅行するのは今控えた方がいいんじゃないですかっていう話なので、確かにその通りかなって感じがします。まあ普通に言ってね、危ない目に遭う可能性の方が低い、危ない目に遭う可能性と危ない目に遭わない可能性のどちらが高いですかって言ったら、危ない目に遭わない可能性が高い。これは例えば南米、治安の悪い南米を旅行してて、俺は一回も危ない目に遭ってないけど、それと一緒なんです、ね、だから、いわゆるその法律というものがあるので、その中でやっぱり守られているので、まあ、逮捕されちゃうじゃないですか、そんなことしたら、何かしたら殴ったり殺したりしたらね。だからそういったところをしっかり、あるので、なんだけどね、だけどやっぱり今の時点でね、行くのは良くないのかなって感じがします。それはなぜかというと、日本の大使館前で今安倍とか言ってね、日本政府に対しての抗議運動を展開しています。で、あとはさまざまなところでね、まあ、いわゆる不買運動、そして国民の日本人に対しての感情が悪化しています。もちろんそれをむき出しにしてくる、人っていうのはね、口に出して言う人っていない。ただ睨みつけてきたりとかね、はするでしょう。口に出してまで、ね、じゃあ飲食店に行って日本人には出したくないなんていうことも稀だと思います。ただ、やはりいつ何時、どういう目に遭うかわからないということで、極力今は行かない、避けた方がいいのかなって感じはします。これはね、韓国に行くということはね、うん、これはやっぱりね、今国民の感情がさらに悪化している状態です。昔からまあ韓国というか反日なのでね、一昔前なんかもそうで石投げられたりとかね、卵とかね投げつけられたりとか、いろいろとね、睨まれるっていうのはよくあったわけだと思うんだけど、あとはぼったくりなんかも今でもありますからね。タクシーのぼったくりはないとは言ってましたけどね、実際ありますからね。で、飲食店とかね。でも一昔前の例えば韓国に対しての印象でね、例えばにいわゆるその韓国今ないで、昔はだから日本人向けのいわゆる売春婦たちがいて、
その売春が行われたわけです。そして偽ブランドということで偽物が売られていてということで買い物に行くというのが韓国の印象だったんだけどね。歴史的なものはほとんどないじゃないですか。だから、そういったところを見るとあんまり魅力を感じないのかなって感じはするんだけどね。まあそんな中ね、まあいろんな問題抱えて日韓関係難しいですよね。だから今の時点では、まあ、回答から述べさせていただくと今の時点では避けた方がいいし、まあ日本が好きな国の方がいいと思うんですよね、自分はね。だから自分も日本が嫌いという国っては基本的には行きたくないですね。だからタイとかもしくはパラオなんかもそうだし、アジアの他の国結構日本が好きな国多いじゃないですか。日本に対して良い感情を持って国が、まあ、世界を含めればほとんどなんだけど、そういった国に行った方が気持ちがいいので、だからあえてそういう反日の国、もし行ったことありますよ何回かね。だけど、あえて最近はやっぱりね、新しく行く国もあればやっぱりそういう反日の国は極力行かないようにしてね、親日ということで行こうとしてます。まあこんな感じです。今ブラジルということで治安があんま良くないわけだけどね、日本に対しての感情は割といいです。なので、割と過ごしやすいかなって感じはします。南米自体はみんな大体日本人に対しての印象がいいですからね。